岩井一世は、日本の薬学者、薬科学者、東京出身。1941年、東京帝国大学医学部薬学科を卒業後、同年4月東京帝国大学医学部に報職、その後4年間にわたる海軍短期現役勤務を経た、あと、1946年1月同、大学医学部薬科学教室副主に復職、落合英治教授の下で、 戦後の薬科学教室の最高にあたり、同教室の中心テーマであったヘテロ間科学の発展に貢献した。1951年から5年間助教授として、九州大学薬学科の建設に参画、津田京介教授を助けて薬科学教室の基礎を築いた。1956年に退職して、三教に入社。同社の研究所において、 アセチレン化合物を利用した糖類並びにヘテロ換合性研究に顕著な業績を挙げ、1964年日本薬学会学術賞を受賞し、この研究の成果として生まれた農薬竹ガレンは特色を持つ原病剤として市販された。社内では中央研究所次長、製品計画次長を歴任、1970年取締役、製品計画部長、 1979年、常務取締役に承認される。1984年より、学術顧問となり、新たに設立された、科学技術研究所の社長に就任した。1989年同社会長、1991年、顧問として、社業の発展に尽くした。この間、日本薬学会理事及び評議員として、学会の運営に、直接参画し、 運営計画委員として、今日の役員制度、同選考制度の立案、学会賞の選考制度の立案に、多大の寄与された。薬学研究長期計画委員として、今回の長期ビジョンの設定に貢献される一方、長い記念館建設委員として、その建設に尽力。1967年から1972年には、薬学図書館建設委員。 1985年から1991年には、長生記念館建設実行委員長として、日本薬学会の長期にわたる財政の根幹に、関わる事業に尽力された。同博士の学会での活躍は本会のみにとどまらず、日本科学会、日本農芸科学会、日本医学会等にも及んだ。特に有機合成科学協会では理事。 および副会長として長年その充実と発展に、尽くし、本年度より、有効会員に推挙された。また、厚生省医薬品産業政策懇談会及び、新薬の臨床試験に関する、専門家会議の有力なメンバーとして、また、日本製薬工業協会の、研究開発対策委員会委員長として、日本の製薬産業全般の将来の政策及び、研究開発の方策に、 真正面から取り組んだ。このように同志の活躍は、参観学にわたり、その幅広い知識と情熱は4人をもって変え難い存在であり、薬学出身だが、医学、工学、理学、農学畑に多くの知器を持つ数少ない人物であり、また、無二の国際通で、日本の製薬産業が参観学書を協力して、発展していくために書くことのできない人物だった。 しかし、1995年9月、病を得て4ヶ月の闘病の後、1996年1月22日に、水臓癌の試し去。1994年3月、長井記念ホールで開かれた、岩井先生の記事を祝う会に出版した、小冊子、老いたちの木には、少年時代からの一生を淡々と語っている。父郎は、養子縁組によって、家を継ぎ、 岩井一世は、現在の千代田区平川町で生まれた。父は、九州大学を卒業後、上京して北里研究所に勤務し、慶応義塾大学に医学部が創設されて西の内科の助教授となった。1920年、志賀清に従って朝鮮総督府委員、京城以前に奉職したので、一世も京城に住むこととなる。感謝は庭に、築山のある広い建物だった。 1922年、父が逃欧することになったので、再び東京に戻り、東中野のおじの家に住む。一世は1921年、慶応幼稚舎に入学、書生に連れられ通学した。1923年9月1日の関東大震災の時は、まだ夏休みで家にいた。地震が起こるや庭に飛び出したが、瓦が2階の屋根から滝のごとく庭に落ちる様子が、 一世の岩底に残った。余震がたびたび起こるので家に入れずに竹や部で寝ることとなった。夜になると市内の火災が空に移り、東の空は真っ赤で暴動が起きたとの噂が飛んだ。その年の末に父は震災で損傷した横浜港に帰国し、父母は京城に戻ったが、一世は弟と共に幼稚舎の寮に残った。翌々年の百二十五年。 一生は、両親の住む慶城に移り、感謝に近い西大門小学校に転入した。刑場には、実業的な学校が多く、中学校は2校しかなかったので入学試験は、難関だった。一生は、慶城中学に入学、運動部に入ることが義務付けられ、一生は、水泳部に入部、剣道部からも誘われ、剣道にも身を入れる。1935年、 慶城から近い山口高校を受験して、利用ツに入学した。新入生は全寮制で運動部に入ることが義務付けられていた。一生は水泳部に入りハードな練習に明け暮れた。部員の結びつきは固く、シーズンオフには一段となって放課抗銀乱部の日々を送った。2年の夏休みに帰宅すると、普段あまり会話することのなかった父が、お前は何になるつもりか と、真顔で質問した。彼は、代々医者であったので何の懸念もなく、九州大学に入って医者になると答えた。ところが、父は、喜ぶと思いきや、案に相違して、俺の付き合っている人間の大部分が病なので医者は、極めて不健康な職業だ。また現在の医療は、対症療法だが、病気の治療は、原因療法に進むべきだ。それには、 ヘミーの力が必要だ。医学部に行くのなら、基礎学科で勉強すべきで考えなしに医者になるのは、イージー・オーイングな考え方だと非難した。そこで夏休みも終わる頃、下宿で大いに悩み、担任の科学の教授、松井正先生を訪ねて、意見を求めた。先生は、旧生に校の同級で、東京大学薬学の教授になった落合くんは、面白い人物で、 移植の教授だとの話をされた。しかし、山口校から久しく薬学部に進学したものはなかったが、松井先生の示唆がまだ知らぬ、落合教授への思宿の念を抱かせた。薬学への進学は決定的なものとなり、一生は東大の薬学に入って、後年、落合教授の親しい指導を受けることとなる。百三十八年、試験に合格して入学。 2.3日後のこと、小遣いさんが一世を探しに来て、落合教授室に行くように告げた。恐る恐る教授室をノックすると、中からかんだかい声で実験機姿の先生が現れ、生じ入れられた。落合教授は、松井くんから聞いたぞ、よく勉強しろと言われた。実験村長の薬学の楽譜を身につけ、一世には科学に対する具体的な興味が湧いてきた。 高学年になって、東大薬学の歴史、有機化学における薬学の領域を知らされ、有機化学の日本の旗頭であることが次第に分かってきた。1939年頃より、軍国主義が一層強化され、総長は、平賀譲る海軍中将となり、海軍服の昭和天皇が来学された。卒業も近くなって、各人教授室に呼ばれ就職の話があった。 一世は、父の遺構で副主として教室に残ることになる。同年、夏休みも終わった9月15日海軍の2年現役に服役することになった。海軍省に集合すると、軍服を渡されて、敬礼の訓練を受け、翌15日には、約100名の遺官と共に、横須賀の法術学校に送られた。十月十五日には、築地軍医学校で教育を受け、医官約百名は、 実戦部隊に配属された。薬剤艦10名は日米海戦の象徴を清掃して築地で聞く。翌年1月15日連合艦隊司令部付の命を受け、岩井は呉に寄港していた機関長との長官山本56大将に指行した。勤務を命じられた道の国向かうランチから一本煙突の戦艦を見たが、これが偽装中、山と出会った。まもなく、 ヤマトは連合艦隊に加わり、長官機はヤマトに移された。月末、ヤマトの手法の使者が行われ、道の区は標的の栄艦となった。5万メートル遠方から発射後1分足らず、道の区から500メートル離れた標的艦が砲弾による数本の水柱に包まれた。5月に退艦して佐世保海軍病院勤務となり、食品検査。 感染への医療品の補給が任務だった。1943年9月に第4艦隊に配属となり、追浜からサイパン経由でトラック島、夏島の病院に着任した。病院は南方向きの建物で、屋根には赤十字の標識があった。病室はガダルカナルの引き上げの痩せた患者で溢れ、2、3ヶ月後、トラック島は大空襲を受け、脱出した。 山本長官は戦死、岩井は戦況ただならぬものを感じた。翌年の4月にパラオに分院を建設するため、病院船高佐護丸サゴマルで重症患者、日赤看護婦20名と共にパラオに向かった。干渉の入り口で食来、第四橋と共に電気が消え、船内は真っ暗になって、船体に穴が開き、船は刻々傾き始めた。 残る水力で浅瀬に乗り上げ沈没を免れた。患者と看護婦はボートで無名の小島に移したが、直射日光下、水を求める患者に、ヤシの水を含ませた。多くの患者が池を引き取っていった。パラオ島では洞窟に病院を作るべく民間の家具を買い付けに歩いたが、毎日の爆撃で仕事は思うに任せず、祝いは、デング熱にかかり、最悪の状態となった。 気力で2週間を切り抜けて、7月に開院して、トラック島に帰ることになったが、サイパンの攻撃が始まって瓶がなくなり、岩井は病院船ヒカーマルでトラック島に向かった。トラック島に帰着すると、岩井はマンゴーヒロリやバナナの手入れ、リーフを焼いて生石灰を作り、海水とコプラで石鹸を作った。これが評判となり、司令部は補給部隊を、 山の中に編成した。兵器に詳しい山松少佐は、煙幕発煙筒から、クロールする本山、水際攻撃砲弾からは、金属ナトリウムを取り出し、また、黒色火薬を水を張ったたらいの中で棒で突きようと、炭素を残し小石の溶液を作った。冷蔵庫から、アンモニア等化学薬品を揃え、二人で、階級虫の舞台でハンダ付け用の塩酸。 石鹸の他でんぷと前日の炭素末を練り、木片につけ、濃硫酸につけて発火させる原始的なマッチを作り、バナナの葉を火星ソーダにつけて繊維を取り、場所を布まで作って、今よロビンソン・クルーソーの生活が始まった。主食は干渉であったが、スコールによって仮分が洗い流された土地に小石を肥料としてま、いたので、収穫は他部隊の場合となった。 タンパク源としては瓶に爆薬を詰め、水銀と NA r ルコールで合成した、雷光を用いて作った雷管をつけて、水中に投げ込み浮き上がった魚を収穫した。おかげで終戦までこの舞台には一人の栄養出張者も出なかった。ある日、沈船から大砲を山の岩穴に配置したが与表通りでは、命中率が悪いとの話を、司令部で聞き、 水平か水平を基準とした備え付けの車票は修正を必要とした。岩井は放物線の計算として補正表を作成し、また山松と共に爆弾を岩屈から水際に飛ばす装置を作り恩師のタバコを賜った。1945年8月特殊爆弾によって広島が攻撃されたとの法を受け山松は原爆の原理を岩井に解説した。 1945年8月20日終戦の招職を聞き、兵に伝えるように命令された。兵士に武力で敗れたが分で勝つことを考えようと訓和した。兵員大部分は敗戦を予想していたのか兵士には大した動揺はなかったが本職の軍人の方が落ち込んでいた。終戦後1週間もしないうちに米軍が武装解除に現れた。病院には遺憾が来て、 米軍の捕虜を引き取り、スルファミン等緊急に必要な薬品を供給した。病院から武器の整理を道路の補修作業に人が借り出された。昼食には箱詰め貯蔵食が支給された。食料の不十分なトラック島は人減らしのため王将の人から早々と日本への送還が始まった。いわいは12月13日米軍の LST に400人の軍属と乗船する。 英会話の理解ができたのは、岩井和人であったので、高校中の責任者に指名された。船長は、若い隊員の本職の軍人だったが、直接監督していた、注意点は招集された、大学院生で、話し合っている中に、義務を終えて早く大学に帰りたい等と息のあった、会話が弾んだ。12月27日裏が入校、復員の手続きを終えると、前日、 祝いの帰還の通知を受けた父が、控え室に待っていた。父も、朝鮮から10月に、木の幹のまま引き上げたばかりだった。正月も過ぎた5日頃、突如が外務省から電話があって、明日、自動車を送るから、それに乗るようにとのことだった。翌日11時頃、車は、堀端の明治生命ビルに止まって降ろされた。両側から MP が現れ、両腕を抱えられ、 エレベーターに乗せられ降りると、そこには、ウォークリミナルオフィスと看板がかかっていた。戦争裁判を覚悟した。取り調べは2世の人で不可解な日本語なので質問が、わからず、誤解を恐れて、こちらからは、英語で答え、結局英語の尋問となった。要するに、捕虜や住民への虐待の尋問であったが、身に覚えのないことだったので率直に答え、不確実なことは、 知らぬと答えた。翌日も取り調べを受けたが、今度は教養を感じる米人であった。ゆっくりとした英語で、米軍捕虜に十分な薬を与えなかったのではないか。また山松部隊の目的等の疑念を問われた。私は、日本人にも十分な薬を投与することをできぬほど、薬がなく、差別のなかったことまた、山松隊は、不足の物資の作成が目的であったと説明し、 二時間ばかりの尋問の後釈放された。四月になって東大薬学科に落合を尋ねた。何事も控えめにするよう軍隊で人を使う癖がついているだろうが、これを今しめ忘れた科学を思い出すよう、学生に帰ったつもりで一から始めよとのきつい言葉を聞く。懐かしい欧米屋の一宮にデスクが与えられ、古巣に帰った嬉しさでいっぱいだった。 しかし物資急防、ガスも出ず、毎朝、まず七輪にコークスを盛りせんで、パタパタと火を起こし、水道は、地下水で、当番で、ポンプの管理をする状態で、器具も、不自由、解放された、世田谷の海軍料品商にリュックを背負って、払い下げ品を取りに行ったこともあった。1947年4月に助手に任命され、研究テーマに取りかかる。九百五十年九月、 この研究成果を学位論文にまとめた。落合教授から近く旧内に薬科学教室ができることになりつだ。京介助教授が赴任するので、岩井はその助教授として赴くようにとの命を受ける。ありがとうございます。